奪っていく坂本。さあアジエル、何か本当にエンジンがかかってきた気もしますが、湘南アジエルからどうするか、横に流して坂本だ。一枚余ってる坂本、坂本のシュート、来ましたね。追いついた湘南ベルマーレは坂本、1対1。何か1点取られてエンジンがかかったか、湘南同点に追いついています。まあ坂本一気に来ましたね。これ右に出すかなと思ったんですけどね、自ら行きました。そして難しいコースでしたが、よく決めていきました坂本。ちょっとトスはサイドに出すのかなって言った、あのちょっと守備が甘くなりましたね。今ね、阿部がいまして、そこに行くのかなという気もしたんですが、坂本自ら打って同点。この辺がやはり